今日はですね、この砂漠走って、まあ、南極も走ってきたわけですけど、この世界で最も過酷と言われているマラソンから学んだことと題してですね、お話しさせていただきたいと思います。はい、ということで、まずですね、私は南極マラソンというのが夢になったんですね。はい、夢を叶えたいと思ってですね、去年の11月に南極マラソンに出ました。で、なぜ南極マラソンが夢になったかというところからお話ししたいと思います。で、まずはじめに私が出たのが2008年3月、これが世界で最も過酷と言われているサハラ砂漠ですね。7日間で245キロ、まあ、あの年によっては235キロになったり250キロになったりするんですけども、まあ、デコボコした道なのでトータルすれば250キロは超えてますはい、7日間で250キロというのを挑戦したということで、どんなところを走ったかっていうのを紹介しますと、このモロッコと言われている北アフリカ大陸の左側のですね、モロッコ、ここを走りました。で、その前にそうだ、この中でマラソンしている人ってどのぐらいいますか。マラソン、お二人、この二人がフルマラソンの人、はい、100キロ走ってる人フルマラソンどのぐらいやられてますか。2007年から毎年走られてますか。毎年じゃないです。はい、そうですか。マラソンはいつ頃から。僕は2006年から2006年から、はい、毎年のように走られてます。毎年のように。そうですか。じゃあもうここに行く要素をありありだぜひ来年ここにいるんじゃないかなこの場にお二人が立ってるんじゃないかな。で、走った場所がサハラ砂漠、モロッコです。サハラ砂漠広大なんでね、サハラマラソンを走ったっていうと横断したんですかなんて人がいるんですそこまでの距離は、まあ、いずれやれたらなと、はい、で、こんなところですね、すごく大砂丘、ね、でもこうずっと人が続いてるんです、これ実は、はい、この大会は800人参加しました。800人ですね。で、真ん中にヘリコプターいますけど、あれね、リタイアするとヘリコプター迎えに来るんですね。ただ砂漠広くてわからないので、リタイアするときには照明弾を撃ちます。自分で照明弾を持って走るんですね。これ 300g くらいの重いんですけど、これを持って走ります。で、どんな装備するかというとですけども、食料は全て背負います。7日間走るので7日間分の食料は全て背負います。で、水はもらえます。水はチェックポイントとかね、キャンプ地ごとにもらえるので、水以外のものは全て背負うことになります。で、このようにどこまでも続く大砂丘ですね。もう本当に全然先が見えないんですよ。で、砂漠は、このサハラ砂漠っていうのは特に砂といっても海の砂とは違うんですよね。ちょうどね、小麦粉とか片栗粉みたいなパウダーみたいな。だからサハラ砂漠っていうのは多分土が乾燥してできた大地なんですね。だから土のほこりが溜まってるような、そんなところで非常にパウダーでサラサラで走りにくい、そういう場所です。で、気温ですけれども50度以上。僕が走った時にはもうこの手元の温度計では53度っていうのがありましたけど、実際こう当たってる本にはもっと暑いし、地面はもっとさらに55度とか60度とか、目玉焼き本当に焼けるんじゃないかっていう、そういう暑さの中走ります。でもう50度以上あるとですね、もう気持ち悪いぐらい汗がダーッと出てくるんですね。もう本当に気持ち悪いぐらい汗が出てきます。で、こんな55名の出場者のうち日本人は官兵を含め10人、ヨーロッパからの参加が主流を占めるサハラマラソンでは少数だ。一瞬だけ僕出てましたけど、これサハラマラソンの2008年に走った時に波佐間官兵さんも一緒に走りました。はい、この時日本人が10人出たんですが、僕は波佐間官兵さん、10人みんな同じテントで、官兵さんも僕の横に寝ててですね、7日間いつも一緒に、今日お疲れ様でした、どうでしたって言って、寛平さんいつも楽しかった、よかったって感謝ばっかりするんですね、うん、
テレビで見てる寛平さんと全然イメージが違うな。すごく優しくてですね、まあ、みんなに声かけてくれて、でその時も常にあの地球一周するんだということを言ってました。この相模マラソンが終わって9ヶ月後にスタートしたんですね。だからまあ地球アースマラソンというのはもう意識して、そのための練習の一環で来たなんていうふうに言ってました。はい、で夜も走ります。この大会はですね、大体毎日フルマラソンをするんですけれども、後半になると2日間で80キロ走りなさいというステージがあります。まあ、それが2日間で80キロだったり100キロだったりします。そうすると大抵の選手は夜もずっと走り続ける、途中で眠くなって仮眠を取ったりするんですけど、大抵走ります。で夜は寒いんですね、すごく、はい、吐く息が白くなるぐらい寒くなります。気温でいうと5度、僕の時で5度でした。なので日中は50度から55度ぐらいあってですね、夜は5度ぐらいまで冷えると、50度の寒暖の差があります。なので夜は寒くても上着着ますね。でさらに寝袋も全部持って走るんですけども、寝袋はできるだけね、大きくすると重くなっちゃうんで、軽い小さいの持っていきたいんですけど、小さいの持っていくと寒いと。なのでまたですね、寒いのに対応するためにまた薄っぺらいダウンジャケットみたいなのを持ってきます。このクソ暑い昼間なのに夜はめちゃめちゃ寒くなるという、こういう環境の中で走るのがサハラ砂漠のサハラマラソンです。で、この足ですね、これ僕の足です。実際に、はい、豆が潰れました。砂漠の砂が細かいので靴の中に砂が入るんですね。そうするとその砂がですね、足とのこう摩擦を生みやすくなりまして、で足の豆っていうのは火傷なんですね。なのでこう靴擦れっていうのも、足と靴が擦れてるから熱を持ってしまって豆ができると。で水ぶくれというのはまさに火傷で、その水ぶくれの状態がもう破れてしまって、こうなっちゃった。これ3日目ぐらい、これまたさらにひどくなるんですけどね両足になりました。これ赤いのはまあ血じゃなくてね、消毒液なんですけど、でももう痛いですね。で、この時は僕は親指、両人差し指、両小指、6枚の爪が死にました。はい、爪の中にもこう豆ができたりして、ね、痛くてたまらない。この写真とかね、子供たち見てすごく喜ぶんですよっしゃる。はい、でですね、僕がこう夜走ってた時にですね、このカナダ人の選手なんですけど、彼と一緒になって走ってた時に、南極マラソンっていうのがあるらしいぜって彼が言ってきたんですね何、南極だってそう、行くやついんのかよって言ってたらですね、南極ってこうキーワードが頭に入っちゃったんですね。で、僕はそのバックパッカーをやっててですね、学生の頃からすごく自分の知らないところに行くのが好きだったんですね、好奇心があって。なので南極っていう大陸はですね、旅をしている頃の憧れではあったんです。で、その時の記憶が蘇ってきて、南極マラソンっていうキーワードが頭に入ったので、この行くわけないなと思いながらも、もしかしたらっていうのはここで種ができたわけですね。ここが南極とのまず始まりですね。のりちゃんリタイア、まあ、寛平さんもテレビなんですけど、そうですね、山を登ったところで21歳の女性が参加してました。でも疲れちゃって日本人の10人の女性的にも参っちゃったから照明さんもた。どうやら飯田さんは寛平がゴールした深夜2時頃、暗闇の中道に迷い、発煙筒を打ち上げリタイアしていたようだ。まあ、飯田さんっていうのが今埼玉県に今住んでて71歳の女性で、この大会の時には最高年齢でした。で、この方はですね、2日間で80キロのオーバーメイトステージで途中で道に迷って、で、最終的にはもうどうしようもないっていうんで照明弾を打ち上げてですね、リタイアをしました。で、彼女はですね、もうまた来年挑戦するって言って挑戦したんですね。で、来年挑戦して完走しました。はい、
で75歳まで出続けるわって言って、はい、今年も完走しました。また来年も挑戦するんじゃないかと思いますけれども、はい、ちょうどですねこの2番目のこの方が飯田さんですね。で彼女のエピソード一つだけご紹介しておくとですね、彼女は初めての挑戦でリタイアをしました。で彼女はもう定年も迎えてて、まあ年金暮らしなわけですね。で毎週のようにマラソン大会に出ているぐらいな方です。でマラソン始めたのは55歳からって言ったんですけど、で次の年にサハラマラソンまた出るわって言ったら、周りの人がみんな反対するわけですね。すごい。特にですね、のりちゃんって呼んだんですけど、なんか飯田さんっていうの嫌じゃないですか。仲間なんだから。